韓国が領有権を主張している竹島。2012年、平成24年8月10日は、当時の大統領イ・ミョンバク氏が上陸して、物議を醸し出したこともありました。東日本大震災の翌年で、日本国内が、まだまだ不安な状況下での、火事場泥棒じみた行動に、批判も噴出した記憶があります。さて、そんな竹島に、急展開が起きたようです。当事国以外のイギリスとオーストラリアが、竹島を日本領土だと、認識しているというのです。今回は、竹島の領有権関連について、スポットを当ててみていきたいと思います。現在、日本の領土問題として、多くの人が認識しているのは、北方領土、ロシア、竹島、韓国名、独島、尖閣諸島、中国、台湾の主に3つでしょう。特に、北方領土については、日本地図にも載っていますから、日本人としては、学生時代に教え込まれるはずですね。北方領土に関しては、政府も、なかなか強気に出られず膠着したままです。まあ、わざと、交渉のテーブルから、外した安倍元総理みたいな政治家もいましたけどね。尖閣諸島に対する中国の圧力は非常に大きいので、嫌でも最大の係争地域として重要視せざるを得ない状況になっています。毎日のように中国海峡局艦船と小競り合いが続いていますが、中国の実効支配をなんとか防いでいる状況と考えられます。尖閣諸島を狙っているのは中国だけではありません。台湾も自国領と主張し始めているのですが、そういう台湾を自国の核心的利益と呼び、武力を使うかどうかは不明にしても、必ず統一すると息巻いているのが中国なのです。中国は台湾統一を果たすために、尖閣諸島を自動的に中国領土に組み込んでしまえば有利になりますから、日本は防衛のためにも、中国の台湾統一を阻止する必要が出てきました。尖閣諸島へ中国側の物理的な上陸を阻むことが必須ではありますが、実効支配されてしまえば、北方領土や竹島のように交渉で返還を図ることは事実上困難でしょう。日本は憲法によって紛争解決に武力行使は禁止されています。ということは、北方領土や竹島に関して、武力によって奪還することは、できないでしょう。だからこそ、老獪な政治手腕が必要なのですが、非常に残念なことに、日本の政治家に、そういう高スペックを持っている、人物はいないようです。どんなに叩かれても、自分の政治生命を絶たれてもやり抜くという無視の政治家は、皆無というのが、現代日本の不幸だと思わざるを得ません。中国が、その気になれば、尖閣諸島を実効支配することは、至って簡単と見られますが、それを回避するためには、海上保安庁の艦船等による、物理的な防衛を強化していく、方法しかないと思われます。また、台湾有事に対しては、アメリカのバイデン大統領も、台湾防衛に軍事力を行使すると明言はしていますが、アメリカ国内メディアからは、まずは台湾自身が立ち向かう必要があるという異論も出ているそうです。仮に中国が台湾へ武力侵攻した場合、まず台湾が自分から立ち向かう姿勢を示さなければ、アメリカはあえて中国と対峙する事態は得策とは言えないと判断しているということでしょう。つまり、アメリカ自身が中国軍の攻撃を受けない限り、台湾有事や尖閣諸島でも、アメリカ軍の軍事介入は慎重に行うべきという世論が、アメリカ中には一定数存在しているということです。
そして、これは日本にも応用されるという現実をアメリカを頼みにしすぎる人たちは、覚えておくべきことだと思います。こんな状況下、竹島の領有権問題について、前述の通り、急展開が起こりました。日本側の主張を裏付ける、イギリスやオーストラリアの公文書の存在が提示されたというのです。場所は、東京都千代田区霞が関にある、領土、主権展示館でした。2021年9月28日から、領土、主権展示館では、太平洋戦争で敗戦した日本が、アメリカを中心とする、西側連合国と締結した、サンフランシスコ平和条約締結70周年の記念として、新しい公文書が公開されていました。歴史を振り返りますが、1945年、昭和20年、8月、敗戦国になった日本は、アメリカを中心とする、連合国軍最高司令官総司令部、GHQ のマッカーサー元帥等の統治下に置かれ、7年間、1952年、昭和27年、4月まで、その状態が続きました。マッカーサー元帥は、1945年9月、いわゆるマッカーサーラインを暫定的に設定し、決められた中で、日本漁船の操業を認めましたが、韓国名で、徳島と呼ばれる竹島が、日本側の枠外になっていたことは事実です。ただし、あくまでも、GHQ サイドの便宜的なもので、1951年、昭和26年、9月に調印されたサンフランシスコ平和条約では、日本が返還する地域は、最終島、巨群島、物領島を含む朝鮮と書かれていたのも、紛れもない事実です。調印される2ヶ月前、1951年7月、韓国政府は、上記地域に、徳島を追記してほしいと要請したそうですが、翌月に、アメリカ側は、徳島は、日本の竹島と認めて、韓国の要請を拒否しているのです。当時、初代韓国大統領であった李承晩、李承晩は、不服として、1952年1月、いわゆる李承晩ラインと呼ばれる境界線を勝手に引きました。マッカーサーラインの真似ですが、徳島を含めて引いたので、強引に韓国領土に取り込んだわけです。サンフランシスコ平和条約の記述にも背いている、李承晩ラインの宣言に、翌2月、日本もアメリカも、このラインを認めることはできないと、抗議しましたが、韓国は聞き入れず、それから70年以上経った今も、徳島の実効支配を続けているのです。竹島の帰属について、これまで、韓国側は、アメリカ一国だけが、日本の領有権を認めているに過ぎないと述べ、サンフランシスコ平和条約を締結した連合国の総意ではないという主張を繰り返してきました。しかし、今回、領土、主権展示館で展示された1951年1月付のイギリス公文書には、竹島を日本の領土とするアメリカ国案にイギリスが同調したことを、連合国の一国であったオランダに示したことが、はっきりと記載されているのです。また、同年7月、オーストラリアの外務省が、当時韓国釜山に駐在していた、同国外交官に送った電報も展示していましたが、その文書には、従来の韓国側の主張を覆す内容が書かれていたそうです。具体的には、サンフランシスコ平和条約が定めた日本が破棄すべき島、最終島、巨群島、物領島に、徳島を加えるように要請したものだったのです。その破棄対象に、徳島を加えることを了承させるため、韓国側は、地理上の位置を偽って要請しているので、オーストラリアとしては容認できないという見解が示されていました。
この領土、主権展示館で掲示された日本の主張を強化する、新しいイギリスやオーストラリアの公文書に対して、韓国側は、どう出るか見物ですが、多分、今まで同様、自分の都合の悪い事実を黙殺することでしょうね。とはいえ、韓国側が無視し続けると分かっていても、こういった地道な証拠や公文書の提示等によって、韓国の主張へ抵抗し続けることには大きな意義があることは言うまでもありません。自分たちの嘘がバレても、韓国は2007年、平成19年、に収益させた強襲揚陸艦に、徳島と命名、国内世論の反日政策への誘導を続けています。それ以降も、日本への対地攻撃を意識した潜水艦、島山安正弘を配備し、この艦の最終型である、バッチ3では原潜化を施行、国産初の3万トン超級の軽空母計画を開始していますから、どこに向けた軍備なのだろうかと突っ込みたくなります。日本は、自国領土でも、一度実効支配されてしまえば、北方領土のように、手も足も出なくなってしまうので、こうした前例を無駄にすることなく、尖閣諸島が、同じ状況に陥らないように、政治的行動を期待したいものです。台湾国産潜水艦建造計画の一つの区切りとして、ようやく進水式を迎えるとの情報をキャッチしました。今回は、台湾初国産潜水艦建造計画、一番艦進水式を詳しく見ていきます。台湾への支援国が、謎のまま進んでいますが、日本も、何かの形で支援しているでしょうが、大きな声では言えない。オーストラリアがもたもたしている間に、台湾は、一番艦を進水することに成功しています。オーストラリアも、双竜型を購入してたら、今頃な。老朽化した潜水艦を更新するため、台湾は、2020年11月に、国産潜水艦の建造を開始しました。台湾メディアの報道では、9月28日に、高雄で、一番艦の進水式と命名式が行われる予定で、政府高官や各界の代表者も出席する予定ということです。台湾海軍の潜水艦戦力を紹介しましょう。1980年代に、オランダのズバールトフィス級潜水艦を土台として作られた、海竜級潜水艦2300トンが2隻、第二次、世界大戦中にアメリカで建造された電池級潜水艦2420トン2隻の合計4隻です。耐用年数切れというか、あまりにも時代遅れですよね。台湾としては、次の潜水艦を熱望していたはずです。当然、何度も後継艦の調達が浮上しましたが、やはりというか、中国の圧力、横やりによってことごとく潰されてしまったのです。この状況に変化が生じたのは2018年でした。当時のアメリカのトランプ政権が、潜水艦建造に必要な技術や部品の台湾への売却を承認したのです。中国嫌いのトランプ政権が台湾に肩入れするのは当然といえば、当然ですよね。敵の敵は味方というわけでしょう。アメリカの動きに歩調を合わせたかのように、イギリスも、1.67 億ポンド相当の潜水艦関連の技術と部品の輸出を承認しました。ところが、実際に台湾で潜水艦建造を支援している国は不明でした。アメリカ、イギリス、フランス、インド、オーストラリア、カナダ、スペイン、日本、韓国などの名前が浮上したのですが、わからなかったのです。台湾に、技術的なサポートを行った国の名が明らかにされないという理由は、
中国からの圧力が影響したとしか思えませんね。前述の通り、一番艦は2020年11月に高雄で建造がスタートしました。2023年9月に進水予定、2025年収益予定と発表されていましたが、スケジュールが前倒しされたことで、9月28日に高雄の小湊区で進水式と命名式が行われ、政府高官や各界の代表者が式典に出席する予定と報じられたのです。これが事実なら、日本の大型型潜水艦と同じディーゼル多スリチウムイオン電池方式の潜水艦となるわけです。ちなみに、ロイター通信は、台湾は潜水艦建造に必要な部品や支援を確保するのに、非常に大きな困難を経験したと報じたことがあります。その一例として、あるドイツ企業を挙げています。この企業は、中国でビジネスを展開している親会社の意向という理由で、台湾との契約を突然打ち切りました。また、アメリカの同盟国で、通常動力型潜水艦に関する最も進んだ技術を持っているはずの日本でさえ、台湾支援を躊躇したと、ロイター通信が指摘していますが、日本、アメリカ、台湾の関係を考えると、興味深いところと見ているのでしょうか。防衛省関係者は、ロイター通信の取材に対し、台湾の潜水艦建造を支援するという構想が非公式に議論されていたことは事実だが、中国の反発を恐れて中止したと明かしました。元海上自衛隊のある人は、支援を中止したのは、中国を怒らせた場合の経済的な影響が危惧されたためで、中国でのビジネスを失うことを恐れた日本企業のロビー運動は非常に強力だと説明しました。中国とは、ビジネス最優先というのが日本政府のスタンスなのでしょう。だったら、中国の違法操業に苦しめられている日本の漁業ビジネスも重視してほしいものだと思いませんか？台湾メディアも、潜水艦で使用するリチウムイオン電池を売ってほしいと日本へ要請したが、断られてしまった。なので、自主開発せざるを得なかったと報じていたことがありました。また、トルコから、タイ魚雷デコイ、おとりを調達予定だったのですが、果たして台湾が購入できたのか、まだわかりません。トルコは、バランス外交が上手ですからね、中国も台湾も、顔を潰さずに交渉できたと考えます。他国の兵器購入に、中国がいちいち文句を言う筋合いはないと思うのですが、台湾となると、別問題なのでしょう。歴史的なねじれた、深いつながりがありますから。自国領であるはずの台湾が勝手に軍備を拡張することに神経を尖らせるのは当然といえば当然ですが、台湾の潜水艦ですが、大きさ的には日本の渦潮型潜水艦くらいです。日本の場合は領海が広いという事情があって、通常動力型潜水艦は他国に比べて大型化していることを考えると、近海での運用がメインになると思われる台湾としては、順当なサイズだと考えられます。国防に関わる機密ですから、詳細な情報がほとんど出回っていません。運用が始まったら、概要だけでも情報が流れてきてほしいと思います。と言っても、進水式は今月ですが、引き渡しが行われるのは2025年ですね。本当なら、すぐにでも配備したいところでしょうが、なんとも悩ましいでしょうね。結局、どの国が、台湾へ潜水艦建造の支援を行ったかは不明のままになりそうです。リチウムイオン電池の自主開発を行ったということですが、この短期間で独力で完成させることができるものでしょうか？本当にリチウムイオン電池を潜水艦に搭載していたとして安定して動かせるなら、どうにかしてこっそり日本が開発に絡んでいたと考えるのが妥当と思えますが、政府がそんな器用な真似はできないでしょう。そうした綱渡りができるぐらいの度胸があれば、むしろ嬉しいんですけど。台湾の国情に合わせた潜水艦の設計ができるところは限られますし、フランス渡りかなと推理しているんですが、ドイツが対中政策のせいで契約を打ち切ったという企業名は謎という話ですが、潜水艦に限ってなら、かなり重要なエンジンしか協力した可能性がないと思われるのです。
今の西側の通常動力潜水艦エンジンだと、MTU、ドイツにあるロールス・ロイス社の子会社か、川崎重工業ぐらいの選択肢しかないはずです。となると、MTU が、陰で手を引いていたのか、過去に、潜水艦の実績がある、MAN、ドイツの自動車会社という手もあるのですが、この企業という可能性は低そうです。リチウムイオンに関して言えば、台湾にも、それなりの企業はあります。オーストラリアでの建造があったなら、管理が面倒な GS 湯浅のバッテリーより、商用で実績がある東芝の支部が搭載されるのではという話もあったので、万が一の安全性を担保できるなら、信頼性の高い商用バッテリーを潜水艦に搭載しても問題はないはずですが。全くの新規で、政治的な縛りなしでやるというのなら、消耗品をコッツ、COTS、コマーシャル、オフ、ザ、シェルフで購入するという手法もあります。コッツというのは、既製品で販売やリースできるソフトウェア製品や、ハードウェア製品、または一般向けにライセンス提供されるものを採用することです。新しく作るのではなく、今あるものを利用するわけですから、経費も安くできるはずですね。艦の大きさについては、まだ未公表のようですね。以前、台湾軍現役の海流型、水中排水量2660トンに近いか、それよりもっと小さくなる見込みと報道されていました。それにしても、潜水艦の建造スピードは随分早いと思います。今回は進水式ですから、偽装は今後行うのでしょう。とはいえ、潜水艦の建造経験が全くなかった国が最初に手掛けた国産艦を3年で仕上げたというのは非常にスピーディーと感じます。一番艦の建造については広報の確認や工員の育成などもあるのでどんな国でも1年ぐらい長めに時間を見積もることが多いはずです。にもかかわらずこの短期間で海に浮かぶところまでよく持っていったなぁと感心します。相当急いで作ったか建造に関する労役投入のノウハウを支援者からしっかりと叩き込まれたという感じでしょうか。例えばの話、最近の日本の潜水艦ですと建造スタートから浸水まで2年、そこから偽装して引き渡しまで2年、それに配備まで1年とみなして実質5年で戦力化というスピード調達をしているので心当たりを意識したと考えれば台湾のこのスピードは納得できます。実は日本の場合、毎年、必ず、一隻の発注が来ることになっています。これは、世界的にもあまりない状況ですが、このルーティーンを、若干の無理をしてでも維持しているからこそ、こういったスピード建造ができているのです。しかし、台湾はどうなっているんでしょうね。この潜水艦に関しては、韓国の大宇造船の系列会社が起こした産業スパイ事件や、韓国顧問団の費用請求問題、台湾側メーカー担当者の逮捕など、いろいろありました。逆に、言えば、それだけ、韓国産業界の関与が深かったということになるでしょうね。韓国も日本に負けないように、潜水艦年一艦建造を行っている国ですから、その辺のノウハウが台湾に投入されているのかと推測されます。台湾の潜水艦の中身やスペックが公開されることは当分ないと思われますが、外観だけでも見えるようになるのが楽しみですね。今回は IHI 社製の次期 XF9 エンジンについて見ていきましょう。 F3 戦闘機の開発が急がれていますが、その次の F5 戦闘機開発は純国産でできそうです。次期 X 通信信量産化で世界のトップへ。
2035年に退役開始が予定されている国産の F2 支援戦闘機の後継機として、防衛省が開発を進めている次期戦闘機ですが、2018年、平成30年の31中規模で開発が決定。2020年、令和2年、三菱重工が開発主体となって、三菱電機、IHI、川崎重工業、スバル、東芝、富士通、日本電機、NEC の7社が参画することになりました。三菱重工業とスバルと川崎重工業が、機体の開発を担当。エンジンは、IHI、三菱電機が、電子戦装備を制御するミッションシステム。東芝、富士通、日本電機、NEC が、レーダーを含む電子機器を担当することになり、200人超の体制で、開発が進められていました。そして、2022年、令和4年、12月9日、日本、イギリス、イタリアの3国は、グローバル戦闘航空プログラム、GCAP プロジェクトとして、日本の次期戦闘機開発計画と、イギリス、イタリア、スウェーデンの3国が、共同開発を進めていた、BAE システムズテンペスト開発計画を統合し、次世代戦闘機を共同開発することを発表しました。2023年3月時点で、スウェーデンは不参加となっています。日本では、次期戦闘機開発計画と同じく、三菱重工が主契約者となり、機体、IHI が、エンジン、三菱電機が、電子機器を担当することになりました。イギリスは、BAE システムズが、機体、ロールス・ロイスがエンジン、レオナルド S.PA のイギリス法人が、電子機器を担当し、イタリアからは、レオナルド SPA とアビオエアロが開発に参加して、ミサイル開発には MBDA も参加するそうです。このプロジェクトは、2024年頃までに、各社の詳細な開発内容や費用負担を明確にした上で、2030年頃の生産開始が目標、2035年に、初号機が配備される予定ということです。次期戦闘機のエンジン開発については、今後、イギリスのロールス・ロイスと日本の IHI のそれぞれが開発した技術を持ち寄り、330億円をかけて、新たな実証エンジンを製作することで合意しています。共通のエンジンが完成すれば、テンペストと次期戦闘機の両戦闘機の開発費について、数千億円に上る巨額な経費節減が可能になると考えられています。エンジン開発の基本になるのは、ロールス・ロイス側で開発を進めてきた将来戦闘航空システム技術構想、FCAS-TI、フューチャー・コンバット・エアー・システム・テクノロジー・イニティアティベと、IHI がプロトタイプを製作した先進実証エンジン XF9、1です。高級車で有名なロールス・ロイスでは、まだ実証エンジンの製作は行っていませんが、IHI が独自に開発を進めた XF9-1 は、純国産ジェットエンジンとして、2018年6月にプロトタイプが完成しており、防衛整備庁航空整備研究所に納入され、性能試験が実施されました。XF9-1 エンジン開発のコンセプトは、スリム化と大出力の追求です。その理由は、エンジンを搭載する次期戦闘機のステルス性能を向上させるため、兵装を機体のウェポンベイに格納すること、燃料搭載量を増やすために、機体内の燃料格納容積を確保する必要があるからです。そのため、搭載するためには、大出力でありながら、スリムでコンパクトなエンジンが求められるのです。テンペストもまた同様のコンセプトで、両戦闘機のエンジンに関わる要件は統一されていませんが、両戦闘機ともステルス性能を高めることが求められるだけでなく、
大出力が必要なのは、水力を稼ぐだけでなく、高度なアビオニクスを支える、高性能な電子機器の、大きな電力消費を支える電力供給源として、空飛ぶパワーステーション、パワー、ステーション、イン、ザ、スカイであるべきという考えに基づいているのです。IHI が提供する XF9、1エンジンのプロトタイプサイズは、アメリカ空軍の F-15 イーグルに搭載されている、プラット&ホイットニー社製の F100 エンジンとほぼ同サイズです。しかし、推力は、最大15トンを発揮することが、試験で確認されていて、これは、アメリカ空軍の主力戦闘機第5世代ステルス戦闘機 F-2 にラプターに搭載されている F-100 と同じプラット&ホイットニー社製の F-119 エンジンと並ぶ出力なのです。また、F-119 とのサイズを比較すると、F-119 が全長 5.16 メートル、道が 1.168 メートルであるのに対し、XF-9、道は全長 4.8 メートル、道1メートルですから、XF-9、道が、かなりコンパクトなサイズに仕上がっているかがお分かりでしょう。この XF-9、道のサイズと性能については、アメリカやイギリスのエンジニアの間では驚かれたそうで、今回の共同開発の話が短期間に進められたのは、日本側が XF-9、うちのプロトタイプを完成させていたことが大きいと言われています。XF-9、うちは高圧軸と低圧軸の2軸を持つアフターバーナー付き低バイパス比ターボファンエンジンに分類され、圧縮機前段部まで強度の高いチタン合金を使用しているほか、繊維強化プラスチックやセラミック元複合材料 CMC を使用することでエンジンの軽量化を図ったのです。さらに、タービン部についても、CMC、屋耐熱性の高い先進金属材料を使ったので、少ない冷却空気流量でも、エンジンが必要な推力が発揮できるよう設計されていて、ステルス性能に、大きな影響を与えるテイクダクトの流路断面積の低減や、ダクト長の短縮に役立っているようです。中心部分には、高圧軸として、コンプレッサー6段とタービン1段があり、この前後に、ファン3段とタービン1段の低圧軸があり、その後部には、アフターバーナーと水力変更ノズルが装着され、機体の機動性向上が図られ、小悪道ギアボックスには、大電力を発電する、スタータージェネレーターが装着されている。タービン入り口温度は、1800°C に達すると見られます。この1800°C という温度は、ニッケル系超合金の融点 1400°C を大幅に超えるもので、ジェットエンジンは、この温度が高いほど、高性能なエンジンと言われるので、XF9、うちのタービン入り口温度は、世界的に見ても、トップクラスということでしょう。1800°C を達成した陰には、ニッケルコバルト元の国産溶無性炭造ディスク材を用いた高圧タービンディスクや、国産第5世代ニッケル単結晶超合金製タービンブレード、タービン部への新素材 CMC の使用、耐寒強制コーティングの採用、さらに、ブレードの空機構による保護層の形成などの材料技術と流体解析技術を流用したことが、大きく貢献しているとされています。XF9-1 とロールス・ロイスが開発を進めているテンペスト用エンジンはアダプテイブサイクルエンジンですが、これは離陸時、上昇時、巡航時、戦闘時などの飛行条件に合わせてエンジン内をバイパスする空気流を3段階変更することによってバイパス比とファン圧力の比を調整するエンジンのことです。これによって、エンジンの推進効率と燃費の向上が期待されると同時に、外側の3層目の空気流によって、冷却能力が向上するので、エンジンの熱管理が容易になるというわけです。ファン排気流は、
巡航時には、ゴアケース外側のダクトを流れ、高速時には、ゴア内に排気流を導いて、水力増加に利用し、外周の複数のダクトは、ファン出口からの3層目の空気流を流すことで、水力を得ると同時に、エンジンを含む各所の冷却に使われる仕組みになっています。2019年6月に開催されたパリ国際航空ショーで、XF9-1 エンジンでは、水力変更ノズルの装着を想定して開発中ということが公表されています。XF9-1 には、2016年度から2020年度まで、水力変更ノズルを装着して使用した場合の高運動性、ステルス性確保などを目的として、水力変更ノズルに関する研究が行われました。水力変更ノズルとは、ジェットエンジンやロケットエンジンが、飛行中に、噴流の向きを変えて、水力方向も変えることによって、飛行中の軌道に変化をもたらす装置です。垂直離着陸が可能な VTOL 機には、必要不可欠な装置で、昔は、ハリアー戦闘機に装着されていましたが、現在は、アメリカ製の垂直着陸、短距離離陸、ストブル機で、F-35B ライトニング2戦闘機に使われており、この装置が装着されれば、次期、戦闘機は、F-35 のように、通常離陸型だけでなくストブル機も開発される可能性が考えられるのです。現在のところ、ロールスロイスの FCAS-TI エンジンは未完ですが、同社のエンジン開発における技術力や実績は定評があり、IHI の XF9-1 は実証エンジンが完成している強みがあります。この両社が協力することによって、アメリカが開発中の次世代戦闘機用エンジン XA100 や XA101 に引けを取らない優れたエンジンの登場を期待したいものです。中国の原子力潜水艦が台湾海峡で沈んだとの話を最近多く目にしています。日本の処理水問題は原子力潜水艦事故の目をそらすなんて話も出てきています。追跡して調べていきますね。日本の通常動力型潜水艦は世界最強とも呼ばれているそうですが、どこがそんなにすごいのでしょう？それを見ていきたいと思います。2020年3月5日、神戸市の三菱工業神戸工場で、海上自衛隊の最新鋭潜水艦を、竜の引き渡し式が行われました。オウリュウは、広島の5基地を母港とする、そう、竜型潜水艦の11番艦です。広大な日本の領海を防衛する新戦力として、実戦配備の日を迎えたというわけです。5といえば海軍基地として有名ですね。大ヒットしたアニメ、この世界の片隅にの舞台も5でした。戦艦ヤマトの勇士が呉港に浮かぶシーンもありましたね。そういえば、太平洋戦争末期、アメリカは、本当は軍港である呉に原爆を落とす計画だったそうです。しかし、天候の問題で広島に落としたのだと言われています。オウリュウのデータを紹介しましょう。基準排水量2950トン、水中排水量4200トン、全長84メートル、幅 9.1 メートルとされ、通常動力型潜水艦としては、世界でも有数のビッグサイズと言われるほどの規模なのです。
そう、夕方潜水艦のエンジンですが、10番艦までは、ディーゼル、スターリングの両エンジンと鉛製の蓄電池を併用した推進方式を採用していました。しかし、11番艦を硫化ディーゼル機関とリチウムイオン蓄電池方式の併用となりました。かなり大きな変更があったということになります。ここで気になるのが横流の速力です。公表値は水上で13ノット、水中で20ノットなので、エンジン機関を大きく変えたのにもかかわらず、先輩である10番艦までの艦と大した違いがないことに気がついた方もいますよね。言うまでもなく、現在の潜水艦という兵器の位置づけは最重要軍事機密に該当します。となると、その重要な兵器の性能を簡単に推測されるような正しい数値を公表するわけはありません。つまり、あえて従来艦と違いの少ない値を公表していると考えるべきではないでしょうか。また、最新鋭艦横流だけでなく、従来の双流型に関しても、連続潜航可能時間や、最大潜航可能深度等、潜水艦の性能に関する重要な情報は、極秘事項として一切開示していないのです。厳重機密ということが明白ですね。言うまでもなく、潜水艦のデータを隠しているのは一言なく、世界的にも同じ傾向です。となると、横流の公表値水中速力は20ノットですが、実速度とは全然違うのではないかと推測する人も多いそうですが、当然といえば当然ですね。データを隠したり、ごまかす理由は、水中速度と連続潜航可能時間が分かれば、当該潜水艦の行動可能範囲が他国に把握されてしまう恐れがあるからです。発見されることなく、隠密行動をとる潜水艦の活動範囲は、絶対に敵に知られてはならない情報です。特に、通常動力型潜水艦は、絶対に秘密にしておくべき情報です。では原潜なら大丈夫なのか?ということですが、実は、原子力推進型潜水艦は、機関部分だけを考えると、理論上、ほぼ無限に連続航行できるのです。原子力を利用した機関は強力ですから、水中速力も30ノットは出るだろうというのが一般的な知識です。ですから、原潜は通常型とは逆に隠す必要がないので、隠したとしても、バレバレで意味なしと言った方がいいのかもしれませんね。現実的には、原潜でも、それを動かす人間、乗組員は艦内で生活していますから、食料など物資の補給はどうしても必要です。また、狭い艦内に缶詰状態に置かれることに耐えていかなければならない人間の精神面の課題なども様々あるでしょう。つまり、原潜自体は動き続けるとしても、中にいる人間にとっては、その中での長期にわたる生活は困難が伴うものと考えられます。話を横流に戻します。鉛蓄電池より出力の大きいリチウムイオン電池を採用しているので、10番艦までの従来艦と同じ水中速力とは考えられません。瞬間的なパワーなら原子力推進型に遜色ないのではないかと思われます。原子力推進型潜水艦にメリットが多いのは確かでしょう。だからこそ、アメリカやイギリスなどのように保有している潜水艦のすべてが、原潜である国々が軍事力では優位ということは明らかです。確かに、建造費、管理、維持経費、廃棄処分までの手間や予算を無視すれば、原子力推進型は一番パワーがありますし、これに勝てる機関は今現在は存在しないとも思われますから、無敵と言えましょう。ちょっと飛躍した例えですが、原子力推進型というのは、簡単に言うと、人気アニメ、新世紀エヴァンゲリオンに登場した S2 機関、人類の敵とされる人が体内に持っている永久機関のようなものと考えられます。つまり、無限に近いエネルギーを発生できる仕組みと考えていいでしょう。永久機関については、古くから作りたいとか、作られたが壊されたなど様々噂されてきましたが、はっきりと発明されたとは公表されていないようです。最近は、永久機関という言葉もほとんど目にしなくなりましたが、永遠はないと考えた人類は永久機関を考えることを止めたのでしょうか。
原子力推進型か通常動力型かに関係なく、潜水艦の性能の優先事項になるのは最大潜航深度と言われています。どれぐらい深く潜れるかが、敵のソナーから逃れられるポイントと言えましょう。当たり前のことですが、膨大な海中全域を一度に索敵することは非常に困難でしょう。つまり、敵のソナーより深く潜ることができれば有利というわけです。要するに、敵より深い位置にいたら、下から敵を攻撃できるんですからね。あるいは、実際に攻撃しなくても、自分たちのレーダーで捕捉できない潜水艦が、同じ海中、ごく近くに潜んでいるのかもしれないという不安を感じさせるだけで十分なのです。もし、敵の潜水艦がいたら、自分たちに危険が迫るわけですから、その場から離れるなど、水上艦艇の行動は、かなり制限をかけることができるはずです。敵の捜索行動を牽制する力があるのは言わずともわかりますね。船体に使われている素材の強度から見て、防流波約 600m 以上の深度まで潜航可能ではないかとも推測されています。中国海軍潜水艦の深度が約 300m ということですから、それが事実なら、防流がかなり優位とも思えますね。しかし、部隊と想定されるのは、水深の深い太平洋ではなく、水深の浅い東シナ海や南シナ海です。ここを、中国海軍との対潜水艦船の主戦場と仮定した場合、防流ではオーバースペックではという指摘もあるそうです。簡単に言うと、防流をここに投入するのは、もったいないということなのでしょうか？ライオンは、ウサギを仕留めるにも全力を出すという言葉があります。強力な兵器を出し惜しみしてチャンスを逃しては元も子もないと感じます。太平洋戦争末期の戦艦ヤマトの例を思い出してしまうのは筆者だけでしょうか？潜航深度以外にも日本の潜水艦が高いレベルにあると考えられている理由はもう一つ静粛性です。視界が悪い深い海中では潜水艦の動きは音で判断するしかありません。となると、なるべくエンジン音や生活音などが少ない方が有利なのは自明の理ですよね。防流は通常動力型潜水艦ですが、原子力推進型より構造的に優れているポイントを極限まで突き詰めていった結果、驚くほどの秘匿性を持つ潜水艦になったというのです。中国潜水艦浮上事件が防流の静粛性の証拠になるかもしれません。2018年1月、日本の領土である尖閣諸島沖に、中国海軍潜水艦が突然浮上したのです。海中に隠れて行動するはずの潜水艦が浮上したことで、大騒ぎになりました。尖閣諸島付近の海中でこそこそ活動していた中国潜水艦を発見し、空自と海自が必要に追跡し、相手覇王竜からは逃げられないと判断して、しぶしぶ浮上したのが真相だろうと見られています。要するに、追跡されるまで中国側が気づかなかったということですね。防流の静粛性の凄さを痛感したのではないでしょうか。中国海軍原潜には、数多くの騒音トラブルが発生しているそうですから、秘匿性に関して、防流は世界最高水準の潜水艦であると断言しても間違いないでしょう。最新鋭対迎型潜水艦が続々就役で、世界一の潜水艦技術と潜水艦の戦術を持つ非凡ですが、今回は、またまた、潜航深度や最新鋭技術について詳しく深掘りしていきます。次世代エンジンが開発されているのはご存知でしょうか？原子力ではなく、新たなエンジンの動向にも注視していますが、日本の潜水艦に搭載されるのは、まだ先になるのでしょう。
音が出なくてってなると、リチウムイオン電池が今のところ最強でしょう。先行深度は900メートルが理想でしょうが、どうなんでしょうか。2022年3月、無事に収益の日を迎えた大芸。漢字では大クジラと書きます。この艦が収益したことによって、長い間、海上自衛隊が目指してきた潜水艦22隻体制が完成したことになります。2017年、平成29年から建造が始まった大芸型は、通常動力潜水艦としては、世界トップレベルの潜航能力を備えています。鉛蓄電池より、多くの電力が元早く密流放電できるだけでなく、水素ガスも発生しないリチウムイオン蓄電池の特性を最大限発揮できるような設計が大きなポイントと言えましょう。潜水艦の航行方法は、ディーゼルエンジンで発電、充電した電気でモーターを動かし、プロペラを回して推進します。潜航しながら充電するためには、スノーケルという給排気装置を海面上に突き出し、外気を取り入れながらディーゼルエンジンで航行することになりますが、大芸型4番艦からは、先行しながらでも蓄電池を充電できる新型スノーケル発電システムを採用したので、これまで以上に効率的に潜水艦の充電ができるようになりました。日本近海では、今、アメリカ陣営と中国陣営による合同演習などの活動が活発化しています。アメリカ陣営には、イギリスやオランダなどの軍艦が、中国陣営には、ロシアの軍艦が参加しています。これらの艦艇は、目に見える作戦で相手を威嚇する効果があるでしょう。しかし、戦闘機がステルス性能を高めているのと同様、海洋作戦でも重要なのは見えない行動です。海洋国家日本では、潜水艦の能力が、防衛力の鍵を握ると言ってもいいでしょう。確かに、潜水艦は、超音速ミサイルや戦闘機などと比べて目立たない存在ですが、日本製は世界一の能力を持っていると定評があるのです。2021年9月、アメリカ、イギリス、オーストラリアが新しい安全保障の枠組み、オーカスを創設すると発表しました。同時に、アメリカ、イギリスはオーストラリアに原子力潜水艦の建造技術を供与すると決定したので、オーストラリアはフランスとのディーゼル潜水艦開発契約を破棄したのです。オーストラリアがフランスの潜水艦開発を中止した理由は以下3点と思われます。一つは、建造計画が大幅に遅れている。二つ目は、選定後5年間でアメリカと中国の関係が悪化した一方、フランスはこの2国間で独自路線を取ろうとして、アメリカ陣営から距離を置いている。三つ目が太平洋を知らないフランスの潜水艦での防衛に不安が出たことと見られます。潜水艦の評価ポイントは、秘匿航行能力、探知能力、攻撃力の三つとされています。2016年、平成28年、日本はオーストラリアへの潜水艦売却交渉でフランスと競いましたが、負けました。陰には中国の横やりがあったと囁かれているようです。日本の潜水艦は、非対機依存推進機関を搭載しているので、エンジン駆動で蓄えた電気で航行できます。リチウム蓄電池の性能が向上したので、静粛航行時間も大幅に伸びました。航行可能深度は500メートルとされます。アメリカの原潜以外の世界のほとんどの潜水艦は400メートル以下が限界なので、その真下を航行できるというわけです。ちなみに、アメリカやイギリスの原潜は、艦内で酸素が生成できるので、航続距離は非常に長いのですが、蒸気でタービンを回し続けるので、騒音が出ます。つまり、静粛性では日本より劣るということです。探知能力は、潜水艦の装備と艦外の味方からの情報を、高性能コンピュータでスピーディに統合管理しています。ソナーは、潜水車の酸素ボンベを使った呼吸音のレベルまで見分けるすごい能力を持っていますし、レーダーは、潜水艦配備と衛星、対潜哨戒機の双方の監視をコンピュータで統合運用しています。
これに日本、アメリカ合同演習で培ってきたアメリカのレーダー網からの情報が加わるので、日本海側全般、太平洋側では、中国が第二列島線とする範囲、サイパンやパラオ、グアムまでを含むを探ることも可能と言われているのです。攻撃能力ですが、魚雷の推進速度と距離に関しては、終戦直後の一時期を除けば、第二次、世界大戦時から世界最高クラスを維持し続けています。また、タイゲイ型は、潜水艦上部から海上に向けて打ち上げるミサイルも搭載可能なので、魚雷と併用すれば、水中と空中の両方から攻撃できることになります。ある雑誌に防衛タブー誌の付けか、消えゆく企業という特集記事が掲載されました。内容は、防衛に携わる企業が苦境に陥っているというものです。もっと重要なのは、すでに消えてしまった組織で、カーボンニュートラル目標達成のためにも、早急に復活させるべきと思われるものがあるということでした。それは、大学研究機関の原子力関連機器研究です。日本でも、小型原子炉の導入議論が高まりつつあるのですが、原子力関連機器研究をしているのは、基本的に企業だけになってしまったので、技術開発の裾野が狭くなり、ヨーロッパやアメリカに実例を見に行っているのです。技術立国、日本としては、信じがたい現実に直面しているという結論でした。でも、こういった、大学や国立の教育施設の研究関連の補助金を減らしたのは政府ですよね。日本の技術をより進歩させれば、源泉特有の駆動音を静粛化できるかもしれないし、製造技術ならば、ワイオミング州で建設が始まるアメリカ製の小型原子炉以上に安全性の高いものが作れるかもしれないという人もいます。しかし、すでに消えてしまった研究組織を復活させなければ、話は始まらないということです。さて、もう一点、日本の強みは技術力だけではありません。これまで培ってきた、熟練した乗組員や地形などを熟知することも含めた運用ノウハウもあるのです。10月23日、中国とロシア軍艦10隻が、津軽海峡から太平洋に出て大隅海峡を通って東シナ海に入りました。両海峡の公海部分を通過した形になります。これは、安保の専門家が日本領海に開いた穴として問題視する場所ですが、アメリカの核搭載艦船が非核三原則を持つ日本を通るための抜け穴でもあり、中国が第一列島線、アリューシャン列島から、日本、台湾、フィリピンを結ぶ線を越えて太平洋に出るための穴でもあるのです。日本にとっては、正反対の重要場所とも思われます。この中国、ロシアの航行について自衛隊が取得した情報によると潜水艦はいなかったようです。というのは、津軽海峡では潜水艦も浮上して航行しなければならないからです。この海峡は入り口の両岸距離が狭く 19km、深度は青函トンネル最深部の真上で 140m、しかも日本列島特有の凹凸が多数あって、航海部分は太平洋側付近で40度ほど右折していると言います。なので、潜水艦が先行したまま通過するとしたら、低スピードでジグザグ航行しなければならないのですが、航海部分からはみ出て、日本の領海を侵犯してしまうことになります。それを避けるために、津軽海峡を通過するときには、潜水艦も浮上しなければならないのです。航海部分を津軽海峡に設けたことを批判する人の意見は、海峡のすべてを領海にして、通過希望の船舶には、無害通行権を与えればいいというものです。ところが、仮に、外国軍艦が、調査活動などを理由に通行申請してきた場合、日本がノーと返答するのは難しくなります。その場合、潜水艦は、津軽海峡を先行したまま堂々と通過できてしまうのです。日本が、津軽と大隅の両海峡に公海を設置したのは、地形などを熟知し、また、第二次、世界大戦前から潜水艦運用能力を培ってきたことによる判断と思われます。見えない行動をする能力と、されることへの抑止力は、いわば表裏一体です。自分、領土、技術、人材を知って、初めて実現できるものですから、
両海峡の例は、その典型と言えましょう。